わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下でもないハムタラでございます。ルナマリア&フォースインパルスガンダムスペシャル使っていきましょう。超ワープ、魔法陣、ユジョブスエル、アンチブロック、ウォールブーストで、インパルス行くわよっていうと、自強化プラス最初の敵をずっとビームライフでパン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 って撃つタイプのストライクショットになっております。超絶貫通ホーミング6、それにユジョブスエルが乗っかる。はい、昔の豪絶なんて楽勝でしょって言ってて、ずっと今負けてキラヤマト1体積みます。すいません。このキラヤマトはね、攻撃3章積んであるんで、これで攻撃力26000、これならいけるでしょう。はい、頑張ってやっていきましょう。運棒もらっちゃったよ。このままいくよ。まあ SS そんな使うつもりないけど、いや、あえて一回使っとくか、お見せするって意味で。自強化倍率とか全く分かんないんですけど、とにかく最初に触れ的に対してずーっとレーザー打つタイプですね。こんな感じ。まあダメを触れてないからダメージはあんま出ないけど、こんなんこんなん、あー、なんか暴れた暴れた。で、ビームライフルはね、貫通なのか、あ、貫通じゃなくて、割合なのかなって一瞬思ったけど、多分違うか。さすがにそんな強いのはもらえねえか。うん、頑張ってやっていきましょう。あ、ウォルブス忘れてた。お、なんか、おしゃれに。おしゃれに。いやー、倒してほしかったな。いや、キラヤマト、転生したはいいんだけど、こいつダメを突っ込むとほぼ即死なんだよね。だよねー。絶対回復間に合わないよねー。はい、無理くり突破でございますが、ご了承を。はい、やっていきましょうと。そうで、ルナマリアなんですけど、私ね、映画この間見たばっかなんですよ。あれ？あー、入れば、あれか、ちょっと触れちゃったのか。そう、この間映画見たばっかだったんで、なんでフォースインパルスなのかな、ザックウォーリアじゃないかなと思ったら、映画見ると、それはフォースインパルス乗るわなってなりましたね。ただ、個人的にはザクウォリアに乗ってるルナマリアの方が好きでした。個人的にはね。おお、倒した。偉いね。そう、超絶貫通ホーミング、弱点しっかり擦ってあげれば、ダメージはめっちゃ出ます。言うてもね、威力一発4万近いからね、これ。今1万7000でしょ？で、2.5 倍だから、そうだね、だいたい4万ぐらい？強。一発の弾の火力だけだったら、もう砲撃型を全然超えてるってやつよ。ただ、6なんだよね。そう。貫通ホーミングこれがね、8だったら、もっと良かったんだけど、6だとなぁ。死と物足りん。これ最近のさ、友情コンボって結構インフレ気味じゃないですか。特に星5に与える友情コンボもいかれてるの多いじゃないですか。なんでここケチったん？ここは別に8でも良かった気がするんだよね。個人的には。と思いました。横間で抜けていく。そう、友情コンボありがたいね。ちなみに私がね、このクエストで負けまくった理由、はい、ボス2です。ボス2さ、強キャラを使おうがなんだろうが、まあ、もちろん今の最強クラスの友情コンボぶつけてあげれば、ダメを持ってて普通にダメージボールで食らわないですよ状態でガリガリ削っていけるんですけど、単純にね、むずい。こことかもね、しれっとむずい。まあ、HP が低いってのもあるかもしれないけどね。でも大丈夫。ルナマリアを信じようぜ。俺は、下に入る。ウォルブスマックス、多いんじゃないの？今のいいよ。そう、そういうの見たかった。そういうのを見せたかった。そう、これもあってウォルブスが生きるんだよね、このクエスト。やばいって。加速して、攻めて加速して。あーぶねえ。焼け死ぬって。そしたらここで。よいしょ、今度こそ。オーケー。ちょっとヒヤヒヤもんだったけどね。なんとかなった。いやー、怖えわ。そしたらキラか。キラはなー、ハマって、倒せるかな。あ、ハマれんかった。フォーミングで削っといてください。いいね、左下めっちゃ削ってる。フォーミングをね、集中すれば強いんよな。これいいや。左下は友情解けるでしょ。ん？入れ張った。いやー、欲深くいったか。あー、倒してた、ありがとう。倒してさえくれりゃいいや。で、2P で、あ、でもあっちももう友情で解けるな。そうだね、溶けそうだね。友情系でいこうか。
オッケー、溶けた溶けた。で、3P で抜ければ OK でしょう。やべ、ひだめいけ。ひだめがちょっと痛いな。加速して、回復して、OK! じゃあ、ボスやっていきましょう。いやー、こんな真剣にビールやるの、本当に久しぶり。本当にね、今だって、絶級トーナメントとかで来たらさ、もうこんなん、ご利押しじゃん？友情コンボご利押しってできるんだけど、ちゃんとやるとむずいわ。はい。さあ、そしたら、HP、どうすかな。ダメを触れてけばもういけそうだよな、これ。ワンチャン下まで届くかな？届いた。あー、でも、ちょっとパワー不足か。しゃーなし。さあ、OK。あとはビーラーを削るだけ。ただ、キラヤマトのターンが怖え。キラヤマトのターンがマジで怖え。ただ、ここで抜けたいから、撃ってこう。ウォルブス生かして、ウォルブス生かして、全力殴り。いやー、それは手外。あ、でも倒す？おー、いいじゃん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 。いや、ありがてえ。で、キラここで SS 打ちます。あのね、ボス切れ負けすぎて、ちょっとボスに怖い。もうルナマリアの性能じゃないじゃんって言われるかもしれんけど、しゃーなし。抜けたー。大丈夫。全体割れ、なんとかしてくれる。抜けたじゃないの、今普通にミスっただけだな。お、ハマった。さすがキラヤマト。で、ビーラギドーンと。よし、これだったら削りきれるでしょ。これ本来だったら隙間に入んなきゃいけないんだけど、SS スーパー高火力マンで無理か。それはダメだな。でも、多分この角度だとダメを拾わないんだよね。早すぎて。やばい、これでいいや。機体の性能で倒してもらおう。オーケー。やっと突破できたわ。最初これやったらいけたかな。いや、違うな。多分これ、同撃三種乗っかってるからこれができたんだな。よし、じゃあラスゲやっていきましょう。ラスゲどんなんだっけ？いや、覚えてない。あー、隙間で倒してからか。ミスった。あ、普通にミスった。やばい。一手無駄にした。この一手無駄は結構でかい。それ遅延かけといて、暴れ気味でいけるのかな。パックドンして、お、いっちゃ、加速。うん、悪くない悪くない。で、キラヤマト友情コンボで倒す。 OK、 キラヤマト。さあ、あとはもうルナマリアホークに頼もう。この削りは、はあはあはあ、縦軸か。求められてるのは縦軸だ。頼むよ。あれ、いや、それは決まってほしかったな。痛い痛い。ウォルブス生かしていこう。オッケー。ご視聴ありがとうございました。ハムタロでございます。やっぱ、そうだね。キラヤマトありがとうございましたって感じです。多分上手い人だったら普通に勝てると思うけどね。じゃあ、バイバイ。ありがとうございました。